ジュースワールドはアメリカ合衆国入りのューシカゴ出身のラッパー、歌手、ソングライター、ヒップホップミュージシャン。2018年の楽曲、ルーシッド・ドリームスの世界的ヒットで知られており、2010年代後半のエモ・ラップシーンの代表的アーティストの一人である。ベマのレッドカーペットでインタビューを受けるジュースワールド1998年12月2日。 イリノイ州シカゴで生まれる。幼少期はカルメットパークで過ごし、その後ホームウッドに引っ越した。3歳の時に両親が離婚し、ジュースワールドと兄はシングルマザーの下で育った。ジュースワールドは幼少期から10代にかけてヘビードラッグの乗用車だった。6年生の時にリーンを飲み始め、2013年にはパーコセットとザナックスを使用していた。 母親の影響で4歳の時にピアノを習い、後にレッスンを受けるようになる。その後ギターとドラムをはじめ、スマートフォンで録音した曲を、サウンドクラウドに投稿するようになった。2017年6月15日、デビュー EP、ジュースワールド999をリリース。楽曲、ルーシッド・ドリームスが人気を集める。12月、3曲入りの EP、ナッシング・ス・ディファレントをリリース。 リリカルレモネードなど多くのヒップホップブログで取り上げられ楽曲、オールガールズ・アーザ・セームが人気を博した。2018年2月、コール・ベネットが監督したオールガールズ・アーザ・セームのミュージックビデオが公開された。ミュージックビデオの公開後、インタースコープレコーズと300万ドルで契約した。5月4日、ルーシット・ドリームスが正式に、 シングルとしてリリースされビルボードホット100で最高2位を記録するなど大ヒット2018年に最もストリーミング再生された曲の一つとなった2018年5月23日デビューアルバムグッバイグッドリダンスをリリースする10月19日にはフューチャーとのコラボミックステープワールド・オン・ドラックス・ウィズ・フューチャーをリリース2019年3月8日 2作目のアルバム Death Race for Love をリリースし全米1位を記録する。2019年12月8日、ジュースワールドはロサンゼルスのバンナイズ空港からプライベートジェットでシカゴのミッドウェー国際空港に着陸した後、薬物による発作で倒れなくなった。21歳という若すぎる死はファンや音楽業界から悲しみの声が殺到した。 葬儀は2019年12月13日、イリノイ州ハーベイで行われた。2020年1月22日、ジュースワールドの家族と所属レーベルが、亡くなる前までに制作していた音楽をリリースする、意向を発表した。7月10日、3作目のアルバム、レジェンズネバーダイをリリースし、全米1位を記録する。ジュースワールドは幼い頃から、薬物乱用の経歴があり、 その経験を公然と語っていた。母親は息子が薬物依存症との戦いに加えて不安や抑うつにも対処していたと述べている。死亡時には恋人のアリーロッティとロサンゼルスに住んでいた。二人は2018年11月にインスタグラムで交際していたことを明かしている。2019年12月8日、ジュースワールドは ロサンゼルスのバンナイズ空港からシカゴのミッドウェー国際空港に向かうガルフストリーム社のプライベートジェット機に搭乗していた。警察は飛行中に連邦捜査官から飛行機内に銃と麻薬があると疑われる旨の通報を受け、ジェット機の到着を待っていた。警察は後に機内で拳銃3丁と70ポンドのマリファナを発見したことを明らかにしている。また、 ジュースワールドのマネージメントチームの数人が、ジュースワールドが、いくつかの未知の薬を服用したと供述している。警察が飛行機の荷物を捜索している間、それを隠すために、複数のパーコセットの薬を飲み込んだと、推測されている。その後、ジュースワールドは、経攣をはじめ、オピオイドの過剰摂取が疑われたため、緊急治療薬ナルカンが2回投与された。 彼は、オークローンの近くのアドボケートクライスト医療センターに搬送されたが、そこで死亡が宣告された。検視の結果、急性のオキシコドンとコデイン中毒による発作が原因であることが確認されている。主なアルバムとミックステープ、ありがとうございます。